ここの、なんでしょうね、やっぱり表情とともに聞ける歌よね。歌歌ってますっていうよりかは、もう届けてますっていうね、言葉を語りかけてる。終わり？もっとこっちは見に行けるんですけど。今日はですね、BE:FIRSTさんたちのですね、THE MUSIC DAY、久しぶりに今回ね、シャイニングアウェイやりますというところでね、お話もいただいているところでございますので、楽しみにして帰ってきましたというところでございます。ということで、まずはリアクション動画になります。まあ、映像は出ないんですけども、リアクションした後にですね、感想の方だったりとか、パフォーマンスについて実際に感想ですね、述べていきたいと思いますので、よろしくお願いします。もうね、ちょっと楽しみすぎちゃってね、もうね、口がパカパカしちゃうんで、行ってみましょう。レッツラーゴーズ。はい。わーリュウヘイちゃんふっふーイエースシュンティ感じてーわーほほほほそうたくどないりゅうへちゃんわーいやーやばー終わり？そして早くない？タランタランはい、ということでちょっともう一回見ていいですか？もうこのプンタランパンのこの手を出すところのプンのこのプンですよね。この竜兵ちゃんのこの弾き具合というんですかね。もうね、目が見据えてますよね。彼方をね。うん。皆さんのやっぱり、生放送からわかる歌声への注目っていうところと、またパフォーマンスも、ちょっとしたこのアレンジの具合ですよね。いやー、ジュロン君のこの安定感。襟足が短くなって、また夏仕様になってるのかな。さっぱりしてるっていうのもあって、またいいですよね。はいはい。からの、レオ君。うん、レオ君、リョウキ君。運命からのショータイム。表情がいいよなぁ。ライブ感があってみんな本当に。マナティ、シュンティマナティ。安定感、安定感。ちょっとこのマナティが、ふって歌い終わりながら次に行く感じとかもいいですよ。な。あー、こんな気持ち初めてさって言ってくれている。言ってくれている。ここの、なんでしょうね。やっぱり表情とともに聞ける歌よね。歌歌ってますというよりかは、もう届けてますっていうね、言葉を。語りかけてる。感じて！ソータくん、どない？もう、ソータくんのミドルネーム、どないなんですけど、本当に。ありえんぐらい、生放送で普通出ない揺れ方している。いやー、絶対に全速力というか、フルコミットな感じがやっぱりかっこいいですよねわかった。竜兵ちゃんの何がいいのかっていうところなんですけども、マイクを持った時の、この手首の、ここの骨の感じですね。ここがいいんだ。今ちょっとこう見てて、あ、何にこんなにキュンとくるのかなって思ったんですけど、そこだ。手首の骨、竜兵ちゃんの。そうですね。これ完全にそうですね。それだ。そこに目の、目つきの感じが、こう入ってくるじゃないですか。ちょっと真似できてるかできてないんだけども、ここの感じと、ここの全ての90度とマイクが、すごい綺麗な、ダヴィンチが描く、それみたいな感じで完璧ななんか、比率になってるんでしょうね、おそらくね。袖がからね、いい感じに手首がね、こう出てるんですよね。ごめんなさいね、この話長くなっちゃってね。うおダンスブレイクうおプン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 の部分、やっぱ表情とかね、リュウヘイちゃん。タッタッタッタラタッタン。マナティのこの人の強さよね。なんだかんだマナティっていつも人強いですよね。ソータ君に目が行きがちなんだけども。マナティの人、いや、質が高い。おぉパッパッって言った今。もうマイクが擦れてる音。ソータ君のこれは。おぉリョウキ君も素晴らしい。おー、いや、みんな素晴らしい。一個一個のここってやっぱり、たた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 、もう早い部分の、止めて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 、つなげて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 止めて止めてっていう、この軸一本パキーン、一本パキーンに対して、ここの切り返し方と止め方みたいな、その分離のさせ方とかのクオリティがいつ見ても高いんですよね。本当に出力値に少し差はあれど、例えば全力でブン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 っていう風にこう感情を乗せる人もいれば、クオリティ質感のタッ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 タってすごい丁寧に見せていく方もいればっていうところで、一定のところのニュアンスから先の部分の遊びというか感じ方みたいなものが多分これは出てるんでしょうね。で、最後にこの指の一本がパッてなった時に揃うんですよ。すごい繊細に触りに来る。レオ君。繊細に。すごく注意深く。ドラマチックな方ですね。いや、ラストのマナティ抜かれた時のビジュアル良すぎ。素晴らしい。わー終わり？もっとこっちは見に行けるんですけど。あー
っていうね、このおかわりしたい気持ちにさせてくださるっていうところもまた素敵ですよね。ということで見てまいりました。本当に一個一個の動きのクオリティが高いですし、カメラを向けられた時の一瞬に込める皆さんの表現力っていうところ、いやー、いつ見ても本当に素晴らしいなというふうに思いますし、改めてシャイニングワンがもう2年前の曲なのかっていうところへの驚きと、多分前もちょっと言ったかもしれないですけど、シャイニングワンという曲はその年その年で絶対にその披露されていく曲にはなると思うんですけども、年を重ねるごとに熟成されていくシャイニングワンということで、非常に改めて原点をこう見させていただいたというところと、この指をね一本かざしていくっていう、ここに込められた意味を今一度振り返ってみるというね、機会になるんじゃないかなというところでございます。皆様の感想もぜひぜひ下の方のコメント欄からいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。